皆さんこんにちは、コージー TV。 今回は徹底ガチ比較、待望の新型セレナの e パワーが出たので、その最上級のルクシオンと、これまあある意味シリーズハイブリッドのミニバンとしてはガチのですね、新型ホンダステップワゴンの EHV スパードプレミアムラインを比べたいと思います。こちらね、さっき言ったように価格的にはね、ほぼ480万円で、こちらは一見価格的には、ね、390万円台で、まあ、8、90万円違うんですけども、こちらは他にないプロパイロット 2.0 というハンズオフ、手を離してある種自動運転的なものができるのに対し、これねナビついてない価格なんですよ。これ自慢のですね 11.4 インチのナビをつけると36万円高なので、どんどん価格差が縮まるんですけども、果たしてこちらどっちがかっこよくて、どっちがお買い得で、どっちが使いやすいかみたいなところを比べてみたいと思うんですけども、まずね、どっちがかっこいいかですけど、顔に対してはもう趣味です。こちらやっぱり、まあ、スパーダになってちょっとワイルド系になってグリルが増したとはいえ、まあ、スクエアな顔。それに対してこの新型セレナはですね、自慢の V モーショングリルに LED が、しかもねダイナミックパッケージとかつけるとライトがね6連なんですよ、まあ、あるシンプルなスクエアさと同時にこの V が入っていて、こちらに実は最大のライバルにトヨタのノーボクシーが来て、こちらの方がさらにオラオラ側なんですけど、その中間ぐらいの感じでスクエアさとワイルドさが程よく共存していて、しかもねデジタル感はねこちら高いです。やっぱりこちらはこちらでもちろん LED で、これも LED のラインなんてを使っているんですけども、こちら、まあ、7段グリルで、でこのサイドもフラットでストレートなステップワゴンに対し、これやっぱサイドこうやって前に傾いていて、これワイルドさと同時にこれ視界をこれ良くするという効果がセレナはあります。でさらにリアで言うと、ステップワゴンプレミアムライン、これ縦の LED がドカンと入って、ちょっとお箸のような和的な、しかもシンプルなデザインを、実現しているのに対し、こちらこういうちょっとブーメラン調、 LED がスッと入ってるんですけど、ここで曲がっている、まあこの辺りちょうどまさにワイルドとシンプルの中間みたいなところなんですけども、サイズ的にはね実は国内最適サイズはやっぱりセレナだと思います。これね、まあプラットフォーム旧型を踏襲してるっていうのもあるんですけども、実はね全長がまずこちらプレミアムラインだと 4.8-3 で、こちら 4.7 メートル台の65だったんで、だいたいこちらの方が全長がね6センチから7センチ短いのもそうなんですけど、なんつってもやっぱり全幅なんですよ。今ミニバン、国産ミニバンどんどん幅が広くなっちゃって、こちらステップワゴンなんてはね 1.75 のね5センチ超えていて、それに対してこの新型セレナはですね、ワイルドなルクシオンで 1.715 でステップワゴンよりよっぽど抑えている。しかもね標準ボディだと 1.7 を切って完全5ナンバーサイズを実現している。まあこのワイルドさと扱いやすさっていう意味では、まあセレナ有利かなと。まあただしその分骨格がですねちょっと古めで、床が高いという問題があるんですね。まあそれはさておき、あとね一番違うのは内装の質感とかデジタル感で、ステップワゴンの方からいくとプレミアムラインで、これ合皮なんですけども、質感の高いホンダ自慢のスムースレザーで、ここバックスキン調のシートね、そのコンビですよね。でここも使ってあって、ステッチも入ってる。でこちら片やルキシオンは完全合皮です。完全合皮で、これ日産自慢のですね PVC 素材で、まあシワと指のシワとね同じぐらいのデコボコで、絶妙のタッチを出していると。この内装もルキシオンに関して言うと、このクロスステッチが入っている、合皮とクロスステッチ、まあこちらもね頑張っていて、基本合皮だな、合皮ですね。でここはハード素材、まあここのバックスキン調、これはやっぱり、ね、質感はやっぱり頑張って高い。ただしねデジタル性能で、このルクシオンは特にそうなんですけども、メーターが 12.31、 このセンターのナビ系も 12.31、 ダブルの 12.31 を使っている。でさらに言うと、このねシフトがですね完全、まあ、ある種タッチパネルではないんですよ。これ押しボタン式なんですけども、こういったフラットで割とデジタル感が高いものになった。でここら辺にですね、まあ、EV モードとか E ペダル、いわゆるアクセルをオフにすると回生ブレーキが効くみたいなところがですね集約されていて、まあ、ここにスマホのチーがついてるのに対し、こちらステップワゴンはですね、まあ、全車標準でデジタルメーターっていうのはある意味ね、これ 10.25 インチで、セレナの方が標準だと7インチなので、まあ、ホンダの方がデフォルトでは
このセンターのメーターはでかいんですね。ただしこれ 10.25 インチで一応サイズ的には負けてるのに対し、こちらがですね、まあ 11.4 インチ、あちら 12.3 インチで、まあどっちが使いやすいかってね、これはこちらでね、厚みがあっていいんですけども、まあ一応サイズがでかい方が偉いと考えると、日産のデジタル性能っていうのはかなり高いのかなと。さらにこれですね、このスイッチ式、これもホンダもスイッチ式で縦型の PRND、まあこれ独特なんですけど、まあこれもデジタル性能高いけれども、日産の方がまあちょっとパソコンライクといえばパソコンライクかなと。でね、さらに、肝心の広さですよね。これね、ステップワゴンから比べましょうか。1、2、3列目の広さなんですけども、身長176センチの小沢が、まずはステップワゴンのプレミアムラインなんですけども、座った状態で2列目。これ完全独立。このあたりは一緒なんですけど、これね、やっぱ違うな。これやっぱね、すみません。2列目の床はね、やっぱりステップワゴンは低い。こう、これ、すみません。フロントに比べて確実に段が落ちていて、シートのサイズちょっと比べますが、これはこれでね、2列目もかなりでかいはでかいです。あとこれはプレミアムラインはこれね、オットマン的なものがつきます。あ、これだ。つきます。ね。で、これ、日産も一緒なんですけど、テーブルはつきますが、テーブルの大きさはね、日産の方がちょっと微妙に、でかかった気がする。ただ、幅はホンダの方がでかいかもしれない。で、これを、拳2つぐらいにして3列目に座るとですね、まあこっちもねそんな狭くはないんですよ、広いんですけど、まあそうだな、結構同等ではありますが、まあ、こっちも結構広いですね。ただし問題はですね、座面で、座面はやっぱね、これね、ステップワゴン頑張ったっていう開発者の有坂さんおっしゃってたんですけど、ちょっとセレナより短いな、やっぱり。これ折りたたみだからだろうな。で、浮き具合は、まあどっちも同じようなもんなんですけど、もう一回ね、実はやっぱセレナが一番広いという陽一郎さん説があるんで、まあこうやって小沢が座って2列目。まあ確かこれ低いんですけど、これ拳2つぐらい座って、こうやって3列目も座ると座面はちっちゃい、こっちの方がちっちゃいけど、広さはまあ拳2つ以上入るんで割と同等ではあります。細かいこと言うと、こちらにエアコンのパネルがセンターに移ります。新型セレナ e パワー浮き床の方に座るとフロントこうやって合わせると、やっぱ画面はねでかいかな。 12.3 インチのこれが標準で、これも 12.3 インチがダブルでついて、やっぱ一番の問題はこのルキシオンはこれね、プロパイロット 2.0 というのが、まあ、一つの大きな売り、セールスポイントでもあるんですけど、その制御用のですね、機械がここに入っていて、しかもバッテリーが入ってんで、ここが肘掛けにもなるんですけども、結構邪魔くさい部分もなくはない。で、これで2列目シート。やっぱね、セレナは、一番の、まあ、気になるところはやっぱ床、特に2列目の高さで、これすみません、ステップワゴンと比べてしまいましょう。これは明らかにこれほぼワンステップで行くんですけど、ツーステップなんですよね、セレナは。でちょっと高くて、シートの食感こっちは柔らかくていいんだけど、サイズ的にはステップワゴンの方が大きいかなと。机のサイズ、まあ、どっちも同じようなもんではありますね。で、こちらですね、拳を2つぐらい入る位置にすると、3列目はやっぱり広いし、3列目のシート自体はやっぱり大きいですね。大きいですね。で、拳が、まあ、微妙にセレナの方が大きいかな。このグレードだとですね、2列目3列目も机がつく。で、拳の高さはこんなもんで、エアコンのパネルがセンターにつくのは一緒。ちなみにこれ、すみません、後でもやりますけど、カップホルダーが左右に3列目ついて、こちらも USB がやたら多いな。これ1個、2個。さらに、こっちで言うと、こっから、
ドアが3列目からドアの操作ができる。シートヒーターが2列目もここついて、あっちもついて、で USB が2列目にもつく、3列目2列目にもつくと。もう一つの売りが、やっぱりこれセレナはね、3列目もスライドつくんですよね。この辺の自由度の高さはノアボクシーも含めてステップワゴンとのライバル関係でいうと唯一の3列目のスライドです。でラゲッジがですね、でラゲッジなんですけど、ラゲッジと3列目なんですけど、まず広さでいうと、あ、こっちは電動、これはつかないんですね。電動パワーデルゲートはルキションでもつかない。でこれはね、あのいいところと悪いところあるんですけども、ホンダはやっぱりね、この回転式の収納式シートなんで、まずこういった時の荷室は圧倒的に広い。ただしこの長さ自体は、これ全長がやっぱり7センチぐらい短いこともあって、これ大体まあ大雑把ですよ、30センチぐらいで、しかもシートを前にするとまあかなり広くなって、3、40センチが50センチぐらいになる。でこちらもですね、ステップワゴンはまあこれフィックスなんですけども、まあ40センチぐらいで、ちょうどあのシートを前後にした時との中間ぐらいなんですけど、何よりもこのステップワゴンはシートが、座面が頑張ってるんですけども、こうやってこうやって収納できるというのがやっぱりまあステップワゴンのすごいところではありますよね。これは好みです。それに対してこのセレナはですね、こうやってここへ下げて、アウィベルトを引っ張ると跳ね上がって、ただねこれノアボクシーだとこれ一発で行ってこれが自動で畳むっていうのは違うんですけど、セレナはまあその分シートはしっかりしてるんですけども、こうやってこれを引っ掛けなければいけないというまあポイントがありますよね。ただしこれ旧型に比べて3列目の剛性自体が非常に上がっていて、旧型ね結構3列目がまあこのような状態なんですけども、シート自体のしっかり感っていうのがちょっと足りなかったんですけど、それが非常に高まっていると。あともう一つ、これまた同じように畳めるんですけど、ただしこれがねノアボクシーだともっと上に来るので、この状態でのリアの3列目のサイドの視界っていうのは非常にこちらが高い。これ一長一短はありますけど、シートのしっかり感とかスライド量の豊富さっていうのはセレナなんですけども、まあ跳ね上げた時の収納性みたいなところはまあね、どっちを取るかみたいなところですけども、こちらこちらで魅力があると思います。装備でいうとこれあれですね、こちらにこれハイブリッドなんで1500ワットの充電というか、電源がつきます。さらに言うとステップワゴンの方で言うと、こちらも USB 3列目がついて、しかもこれUSB と 12V 電源が両方つきますね。ここら辺は今みんな頑張ってますね。2列目にしかこのドアのオープンはつかないですね。でこちらも USB がこことここについて、この辺は頑張ってます。ただしパワースライドのスイッチがこれ2列目が2列目につくのに対して、こちらセレナは3列目につくっていう違いがあります。ただしパワードアスライドというかパワースライドドアのですねスイッチがこちら、これステップワゴンは両側なんですね、両側2列目につくのに対しセレナは2列目にはつかないんだけれども3列目につくと、このあたり微妙な考え方の違いがあります。考え方の違いはねもう一つあって、これパワーテールゲートついてると言いました。でセレナは確かについてないんですけども、知ってる人は知ってるようにこちらが全体開くだけでなく、このようにガラスハッチが開いて、この方がですね狭いスペースでも荷物の出し入れができる。これこうやって並べると分かりますけど、こうステップワゴンパーテルゲートついてるんですけども、このように伸ばすとどう考えても1メートル以上下がらないとダメというのに対し、セレナは、まあ、ほぼ半分ですよね、半分の出っ張りで済んで、リアの荷室へのアクセスがしやすいと。この辺考え方やっぱりね相変わらず違いますね。三者三様です。